すごいとこに来たぞ。すごいぞ。すごいとこに。あとでまた。え、ここなの？すごいぞ。昼間だけちょっと言おうと思います。すごい、なんかホテルの一区と全然雰囲気が違う。すごいな。はい、カズさん交渉中。ロビーの入り口でこんな風にちょっとしたものが飲めるらしいですよ。素敵なカウンターがここでね、外を見ながらお茶飲んだり。好き、いい。川上道を元川上道をめっちゃ綺麗にしてるけどね。こんな感じで行くんですよね。風寒いよね。カメラ、カメラ好きだけど、この子とか超ぶっちゃい子だけど超可愛いな。下にもあるんですよ。本当だ、ほら幸せよ、とんでございます。この花瓶も超可愛い色が。これもいいね。で、ほら可愛いな。30分ぐらいちょっとね待つって感じなんで、ここでも一枚板の木がすごいんです。後ろにさ、もうブリッジつけちゃうみたいな。かわいい。で、ロビーの前のちょっとしたお庭がこんな感じになっててね、ここでまあ何かすることはないと思うんだけど、あの雨季はちょっと蚊がいそうだけどね。これは何の植物なんだろうか。で、上もあんな感じで、ほら、こっちの上にね、いっぱいお花を飾ってる人がいるみたい。ほら、内側、シャッターの内側っていうか、壁の内側か。お散歩してる人が。で、これはね、竹だね。竹っぽい感じ。でもこのくらいだとなんか気になっていい感じだね。ほら、これバンブースタイル飾って、あの吊るすタイプ。ほら、綺麗だな。そしてこれなんだっけ、オーバースターだっけ。すごいよ、この大きさ。この大きさのイメージ、バイクとこう合わせるとわかるかな。へー、まさかの最終日にこういう展開。
中2階があるってことですかね。そういうことなの。そっか、ミドル2階とかか。3階だって。案内してくれる。うん、彼こそ案内できない。そこから階段なんだ。あ、そういうこと。3までしかないから。かわいい、こじんまりしてるけどめっちゃかわいい、この感じがいいね。めっちゃいいじゃないですか。やだ、このカーテンのさ、生地がすごい柔らかい。かわいい、ナイス。エアビン音楽かけれる設備はキッチンもついてる。すごい。これ最高じゃないですか。めちゃくちゃ。これで4000円ぐらいですか。4000円だって、一泊1人2000円。ちょっとこの、わ、すごい、すごいよこの景色。あ、でもやっぱいい地区なんだこれ。2区っていいところ、2区っていうところなんですって。そこのさ、テラスのさ、ガラス張りの、あ、そういうことか。へえ。英語苦手だったら開けといてもいいですかね。開けといていい、さっき気持ちよかったし。このさ、ファン回しとけばさ。そうっすね、はい。いやー、金松さん本当ありがとうございます。またさ、木の色が私超好み。パナソニックね、これ。パナソニックか。いいね。へえ、ほら、パナソニック。これ。あ、これもパナソニックか。パナソニック。かっこいい。うん、あ、これファンだ。いいね。マジ。いいね。エアコンは普通の家庭用です。またこの扉がすごいですね。そうなんだ。はい、でここに1個あるから簡単なものを作れて、電子レンジもあると。はあ、これが同じ階のなんかね、中庭テラスみたいな感じ。すごいかわいいよ。はあ、これほら、南国っぽい植物がいっぱい。さっきの玄関っていうかね、ロビーにあった。これかわいいな。これ何なんだろうな。なんかね、すごくね、暑いっていうか暖かい感じかな、今日は。このお肉は、いやー、テンションが上がるわ。ちょっと昨日の一句ですごい衝撃的な体験をしたから、このもどかさがたまらない。なんか肉って欧米の人たちがこう作った町でもあるんですって。だからやっぱこういう感覚がね、すごい。こう一個一個の建物がね、まあ、一個ももちろんなんかこうヨーロッパっぽいのがあるんだけど、ここはね、こうこじんまりした町の中にこういうのがこう集まってる感じ。これちょっと生えづらかもしれないけど、見てくださいよ、ネズミさんだよ。かわいい。なんかこの作り込んでなさすぎる感じがいいですよね。こういっぱい目描いて何とか描いてじゃなくって、このフォルムで分かってねみたいな。はあ、かわいい。そしてなんかこのタイル張り、いやー、いい。でね、さっきちょっとあんま映んなかったけど、これが階段上がってくるところで、風がね、通るようにこうブロックで、なんていうのかな、ほら、これ見てわかるか、向こうがちゃんと見えるようになってるんですよ。
あーなんかあの日本でもこういうなんか建築たまにあったりしますよね。素敵だわ。ホットスタッフの人みんな優しくて、こういう不思議な扉だけど、私個人的に本当こういう色のね扉が本当大好き。